も乙女ちゃんです。さて本日はですねユニクロの購入品をご紹介したいと思います。それではレッツランユニクロ。はい、ということでですね、皆様お気づきかもしれませんが、こちら背景が変わりました。いかがでしょうか。ちょっとねアンティーク調の壁を貼ってみたよね。そしてこちらソファーをねこちらの部屋に持ってまいりました。いかがでしょうか。てことで、入撮影部屋のですね一発目の動画はユニクロの購入品になります。いや、ユニクロの購入品めちゃはんこ久しぶりやね。まあてなわけでですね、今回は春物そしてセール品を買ってきたので、それを一つずつ皆さんと一緒にシェアしていきたいと思います。それでは最後まで見ていってー。おくんなまし。はい、じゃあね、まず一つ目なんですけど、こちらです。ウルトラウォームレギンスの10分丈でございます。でですね、こちらを開けたものがこちらですね。はい、3分クッキングシステムでございます。これね、前から気になってて、なかなか買うタイミングがなくて、やっと買うことにしました。中がね、本当にヒートテックっていうか極暖のねレギンスなんですけど、ちょっとね、この間買った GU のワイドパンツがめちゃめちゃ薄くて履きたいねんけど寒かったから、これを下に履けば履けるやんと思って、まあなんかテロテロのさワンピースとかもさ私多いから、ちょっと一個買ってみようかなと思って買ってみました。まだね履いてないので、これでねどれだけ暖を取れるのか楽しみでございます。お次こちらですね。こちらこんな感じの山吹色のタートルネックを買いました。これがですねエクストラファインメリノリブタートルセーターです。こちらのお値段が1290円でした。こちらセール品になっておりました。ありがとうございます。イエローのねタートルネックって私前持ってたんやけど、多分もうボロボロになって捨てちゃったよね。まあ、なんかなかったらなかったでキーンかなと思ったんやけど、やっぱりねこういうイエローのシンプルなトップスって使う時結構多いんよ。セールになってたし買おうと思ってまたね買い直しました。あ、そうそうそう、ほんで今回はですねコーデを組んで最後にお見せしたいと思いますので、ちょっとねしばらくお待ちくださいってことで、こちらのタートルを買いました。お次こちら、これめちゃんこ可愛くない。こちらはですね UV カットスーピエコットンクルーネックカーディガンです。こちらの中1990円でした。あのさ、私さユニクロのカーディガン大好き勢なんやけど、黒と赤とオレンジとこれで4色目でございます。今回ねちょっとなんやろな、濃い緑のカーディガンは持ってるんやけど、ちょっとくすんだ感じのグリーンのカーディガンを買ってみました。これめっちゃめっちゃ可愛いと思う。濃いデニムに合わせるのも絶対可愛いし、あとまあなんか春とかやったらギンガムチェック可愛いやろ。で今からやったらほんまにタータンチェックとかでも着ることができるから絶対可愛いと思って買いました。絶対無敵アイテムになると思います。お次こちらでございます。これはですねシフォンプリーツスカートパンツです。こちらの値段が2990円でした。これがねこんな感じでマジでこのなんかシフォン生地になってるプリーツなんですけど、パンツなんよね。ほらこんな感じパンツ、やっぱプリーツ入ってるしすごくね足も細く見えるっていうのと、裏地もしっかりついているので透けたりはしません。これめっちゃ可愛いと思って一目惚れしました。レースとかのトップスとも合わせやすいかなと思って買ってみました。そしてそして最後でございます。最後もねみんなマジでおすすめやから、こちらです。パーカーのねワンピースを買いました。こちらがですねスウェットフーデッドロングワンピースです。こちらの値段が2990円でした。マジでさ2990円とは思えぬこの質感というか生地感がもう本当に良い。でさ、私さ M サイズが本当は良かったんやけど、今回 L サイズしかこの色がなくて、まあなんか泣く泣く L サイズを買ったんですけど、なんか家帰ってさ着てみたらなんか意外とこうゆったり感があって、あ M でもいけるやんと思ったので、まあ大きめサイズで着たい人は L もおすすめでございます。スカートの下の部分にスリットが入ってて、こんな感じで裾の部分も袖と一緒のリブが入ってるって感じのワンピースでございます。ちょっとねじゃあ今買って紹介したものを全て着てコーデを組みたいと思います。で
ってことで、まずこちらのトップス着てまいりました。どうでしょうか。え、よくない？可愛いんじゃないでしょうか。こんな感じね。ちょっとね、あのご飯食べたばかりでお腹が出ておりますが申し訳ございません。なんかさ、白のワンピースの下とかに着ても絶対可愛いと思います。こんな感じ。プリーツパンツもこんな感じでございます。どうでしょうか。え、これめっちゃ可愛いよね。ちなみにね、極暖レギンス履いてみました。これもね、いい感じですね。ちょっとでも待って、これ下さ、めっちゃ黒いの見えてるわこのパンツに極暖タイツは履かん方がいいのかな。まあ、これはですね、多分ここまでしか裏地がさ、ついてないから、皆さんね、これは履くときは丸見えになるのでご注意ください。ということで、まあ丈感はね、足首ぴったりぐらいのサイズやね。 S で 157cm でぴったりやから、もしかしたら M サイズを選ぶとちょっと長いかもしれないです。こんな感じね。後ろがね、こんな感じです。と、私お尻大きいんやけど、それでもかなりまだゆったりした感じでございます。なんかさ、やっぱりさ、細く見える気がするな。どうでしょうか。ほら、あ、待って見て、ちょっと EV とおそろコーデみたいじゃない。ほら、はい、ということでこちらのコーデでございました。じゃあせっかくなんでね、この上からカーディガン着たいと思います。私はね、このね、タートルネックにこのカーディガンの組み合わせが最高に好きなよね。カーディガン着てみるとこんな感じでございます。どうでしょう。なんかしかもこんな感じでタートル着たくても結構首詰まってるから、このまま着ても絶対可愛いわ。ほら、丈感もさ、ちょうどぴったりで可愛い。え、絶対さ、デニムとかさ、あとチェックのスカート合うよな。この話2回目やな、ごめんちゃい。ほんまにさ、緑やからって言って全然合わせにくいってことなく、私はどちらかといえば黒とかよりこういう緑の方が好きやから、マジでボトムス何でも合わせられると思う。このな、手首の部分が分かる？このリブ入ってる部分がすごく長いんよ。だからマジでこのね、この辺も腕細見えに見えると思う。すごく綺麗じゃない？これはね、いいよ。ユニクロさん、ありがとうございます。ってことでね、こちらの緑のカーディガンでございました。で、ちょっと最後パーカー着ようか。ねえ、歌うわ、そうよ、あなたに甘えたいけれど恥ずかしいかもね、かもね。はい、ということでパーカー着てまいりました。どうでしょうか。かわいいやん、やっぱりかわいいよね、これ。で、丈がどんなもんなら、私ね、今ちょうど下このね、スリットがいやらしく見えないようにこのプリーツパンツ履いてるんやけど、これよりはちょっと短いかな。足首全然いかない感じなので、あのデニムのワイドパンツとかを下に合わせて着てあげるのもかわいいかと思います。ここにさ、ポケットもついてるからめっちゃ良くない？やっぱ L やからね、かなりお尻周りはゆったりしている感じです。まあスウェットとかもそうなんやけど、パーカーもスウェットもここのね、肩のラインが結構降りてる。まあメンズとかに多いんですけど、形がすごい好きで、こうなんかこの辺もゆったりして見えるから腕も細く見えるし、あのね、やっぱりね、女の子はね、こうやってゆるって着てるのは可愛いよ。こうもうギュンみたいなのがね、可愛いよ。まあ私は置いといて、でもそんな感じでね、まあ、着てるのが可愛いかなと思います。はい、ということですね、いかがだったでしょうか。これが私のユニクロの購入品でした。いや、もう本当に世のお洋服が最近こう春物になってきて、私もね、すごくワクワクしております。まあ、まだまだ寒いんですけど、ちょうどこのさ、今の季節ってこう春の気持ちも味わえる服とか色味とかもすごく多いので、ぜひね、皆さんの週末の参考になればなと思います。はい、ということで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram、Wear、そして TikTokもやっているので、よかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。